はい、おっさんチャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。滝本仏興の小林です。何です？榎本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はですねスペシャルゲストの方に来ていただいております。はい、長野県でお葬儀、はい、お仏壇、はい、お墓、はい、ブライダル、はい、飲食店、はい、総合的にされておられます、はいはい、株式会社太田屋、太田屋社長、太田博久様でございます。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。ちなみに今日は電車か何かで、はい、もちろん自動車、車で来ます。長野県信州人は、はい、電車とか飛行機とかね、なかなか便が良くないもんですから、どこに行くにも大体、基本車社会になるわけです。行けるところまで車という人がおそらく多いと思います。はい、わざわざありがとうございます。このね、動画見てくれたはずは分かるんですけども、去年、うちらも、はい、長野の方に、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます、こちらこそ。で、その時も車でね、はい、うちも経費削減ですから、はい、日帰り長野ですからね。なかなかの強行部車で行って、車で帰るっていう。はい、ただね、帰りはね、お酒飲んでね、ずっとしてあった人はいてましたけどね、誰とも言いませんけど。いや、駅舎は元気でいないけど、帰りはしんどなんのよ。ちょっと後ろで。大変だ。ご遠方からね、おかげさまで大変勉強させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり去年長野行かさせていただいて、はい、やっぱりこう皆様とこうお話とかさせていただいて、はい、本当にやっぱ勉強になりました。いいえ、こちらこそ。いろいろ見させていただいて、はい、どうでした？はい、まあ、行く前にはやっぱりこう、はい、いろいろと勉強もさせてもらって、はい、どんなところかなと行ってみたんですけど、はい、やっぱりさっき小林が言ってたように、はい、そのお葬儀、はい、仏壇、墓石とかもいろいろ総合でやってはったんで、はい、なんかもうそこで全てがこう、そうね、最初から最後まで。あれ、街みたいになってましたからね。そうあちこち見させてもらいましたけど。お土産もこうたしね、買いましたね。お土産もこうたしね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、タンさんの方は。あ、そうですね。はい、やっぱり長野県。はい。長野県いるだけあって、空気が綺麗で。はい。心が現れましたな。心が現れました。はい、よかったです。ありがとうございます。店舗の方もね、すごいなんかこう綺麗やったな。綺麗で明るいし、明るいしね、するし、いいですね。いいですね。はい。あとスタッフの方もすごいこう親切で、そうですか。ありがとうございます。じゃあそう言っていただけると大変嬉しいです。ぜひ伝えます。帰って。はい、ありがとうございます。喜ぶと思います。心が現れましたね、皆さん。ありがとうございます。で、あと最近ちょっと動画見てたんですけど。太田屋様の方も始められ、はい、動画の方、はい、YouTube でありがとうございます、はい、滝本さん、はい、御社に勉強させていただいて、太田屋様のもうあゆえ太田屋チャンネルというのを、あゆえ太田屋チャンネルとぜひ、はい、よろしくお願いいたします、はい、どうですか、どういった思いからこう始められたとか、はい、そうですね、はい、多分皆さんもそうだと思いますけれども、はい、なかなかこういうね、お仏壇店ってお店にお越しいただいてからじゃないとお伝えできない。そうですね、なかなかそうですよね。お伝えしたらきっとね、はい、お役に立てるだろうと思うこともたくさんあると思うんですけれども、はいはい、でもなかなかお越しいただかないとお伝えできないこともありますよね。ですからその来ていただく前に、まあ、動画という形でね、ぜひ知っていただけたらありがたいなと思うこともたくさんありますんで、勉強させていただいて、私もなりにお伝えをしたいなと思って始めさせていただきました。そうですね、はい、うちらもできるだけこうやっぱりこの業界よって言ったらおかしいですけど、やっぱりこう皆さんで盛り上がっていければという思いでさせていただいておりますのでね、今後ともあゆえ太田屋チャンネル、うちらお仏壇チャンネルともどもよろしくお願いいたします、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。玉ねぎはつけやすいね。つけやすいと思います。こういうのはどうだった？分かった、分かりました。僕心配してたんだけど、ちょっとつけられるサイズになるんだよね。こんな大きいのでは怖い。どんなイメージだったの？ほとんど焼き鳥のイメージになってました。